僕も本当にいろんなことで学ぶことが多い、今日でございます。いろんなことをね、昔のことなんか僕は分からないことがあると必ずこの2人もしくは次郎さんたちに聞いて、勉強しているような次第でございます。まあ何たってこの、まあ、年いっていいですね。93歳でございます。お二人はね、93歳で見た目も若いでしょう。もう本当に僕は若いと思うんだ、お二人。ということはやっぱり芸事を、やられておられるね、芸事のおかげでやっぱり若いんじゃないかと僕も思っております。まあこれからこの先私も一生懸命勉強して、まだこのお二人ですね、また九州の皆さん、結構皆さん来ている皆さん本当に仲良く勉強したいと思っておりますので、どうぞ今後ともよろしくどうぞお願いいたします。また今度機会がありましたらまた演奏会やりたいと思います。その時はまだぜひいらしてください。本日はどうもありがとうございました。